のレースの流れちょっと振り返ってですけど、まあ、4番手に入るのかなと思いきやまた内から来られたり。そうですね、うん、でも4番手入れたんで、うん、で前もスピード落ちてたんで、うん、まあ、楽でしたね、そこは、うん、取れたのは。あとはその渡辺さんのスピード感だったり。そうですね、うん、やっぱりペースでかけたらきついんで、うん、まあ、見えないところで仕掛けようかなと思ってたんで、イメージだとその踏み上がる前にこうサッといければって。そうですね、うん、後ろも足あるんで来ちゃうと被っちゃうんで、うん、そこも考えながらって感じでした。ちょっと初日はそのスタート牽制があったりだったけど、今日はまた違う形で出し切れて感触的には。そうですね、悪くないですね、はい、うん、まあ、今日は昨日もでしたけど息切らさず引き上げてくる感じが。いや、今日もきつかったです、うん、息は切れてたんですけど、うん、しっかりそのオールスター共同杯でまたここまで。そうですね、うん、なんとか来れてるんで、うん、また決勝目指してもう一個頑張ります。準決に向けて の, そのイメージというか。そうですね、またもう自分より足悪い人ばっかなんで、うん、まあちょっとまだ分かんないんですけど、うん、自分の力を出し切れるようにラインで多分できると思うので頑張ります。巷ではもうワッキー2世なんじゃないかみたいな話が出てますけど。いや、まだ秋元さんが全然上なんで頑張ります。自分は。じゃ あの差を縮められるようになるんですね。そうですね、はい、準決も激しい勝ち上がりで、はい、頑張ります。まあ、特に集中で一緒に上がれるとまたより良いんでしょうね。そうですね、はい、また頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。